ちょっといいかな。ん？王世人さんに会いたいんだ。よそ者に話すことはない。メイよ。なんだいシェンファ。王世人さんに会いたいんだ。世人さんがどこに。王さんは花橋で晩をしてるんじゃなかったっけ。ありがとう。リュウさん。ダイドウさん。どうした二人揃って。王世人さん。世人さんに会いたいの。世人さんは老海山の方へ見回りに出てる。この先だ。看板が出てるからすぐわかるだろう。そうですか。すみません。なんだどうしたんだ。二人揃ってこんなとこへ。聞きたいことが。ゴロツキの行方を追ってるんです。あの夜二人組が来たでしょ。ああ、長髪の大男とスキンヘッドに蜘蛛の入れ墨のある男だ。詳しく聞かせてください。真夜中に寝てるとこへ押し入ってきたんだ。石堀氏はいるかって大声で怒鳴り散らしてな。うちは違うって追い出したらすぐに帰ってったけど。他に心当たりは。その後どこへ行ったかわかる。それはわからないが、俺も他にも二人組を見たやつがいるよ。酒場で会った男が話すのを聞いたんだ。顔に傷のある胴元だ。どんな傷ですか。大きな傷だ。頬にざっくり。りょう、その胴元に話を聞こう。ああ、探してみよう。ここで魔法の鍛錬ができるな。やっていくか。シェンファー。何？ここからは手分けをして胴元を探そう。俺はこの辺りから広場までを探す。シェンファーは
広場の先の集落を探してくれ。分かった。じゃあ後で。ああ。すいません。何じ。欲しいものがある。何。いつでも待っとるぞ。はい。ジユさん、どうしたよ、リョウ。顔に傷のある胴元を知りませんか。石投げ屋の親父だな。あの顔は一度見たら忘れねえよ。どうも。すみません。おお、お兄ちゃん、一勝負どうだい。顔に傷、この胴元だな。ん、何か言ったか。聞きたいことが。なんだ、客じゃねえのかよ。ゴロツキを見た人を探してるんです。ああ、あいつのことか。その人はどこに。まあ教えてやらねえでもねえが。はあ、手合わせって。ああ、俺に勝ったらやります。当たるか。まだだな。行くぞ。それ。
逃がさねえ。俺もちっと昔昔を思い出したぜ。それでゴロツキを見た人はどこに？ああそうだったな、花鳥風月をやってる堂本だよ。ゴロツキに絡まれたらしいぜ。その人はたまたま飲んでて相席しただけだから。そうですか。すいません。おう、木札。聞きたい花鳥風月の堂本。悪いな、もっと早く来てほしいんだが。営業時間は。そうですか。いつも7時には来るが。わかりました、ありがとうございます。すいません。なん。巻き割りやらせて。おお。そうじゃ。うん。そうじゃ。よし。うん。おお。よし。ああ。そうじゃ。おお。うん。そうじゃ。おお。うん、よいぞ。おお、惜しいの。そうじゃ。うん、よいぞ。見事じゃ。ほほ、よし。うん、そうじゃ。よし。うん、そうじゃ。うん、こりゃ上出来じゃ。
事じゃ。おお、そうじゃ。よし。うん、そうじゃ。うん、そうじゃ。見事じゃ。うん、そうじゃ。ああ、そうじゃ。よし。おお、よし。そうじゃ。うん、そうじゃ。うん、よし。おお、うん、よいぞ。そうじゃ。うん、よいぞ。見事じゃ。そうじゃ。あんた筋がいいの。少なくて申し。やめておきます。無理にとは言わんよ。いつ。すみません。うん、さて、サンダかどちらか。サンダなら良き相手がおるぞ。ベニトラというものじゃ。さっ。
どうじゃ。続けてやるか。まだいけるじゃろ。いつで。魔法か。やっていく。もっとやってみるか。いや、後にし。寸剣ができそうだ。やってみるか。寸剣やっていく。
続けてやるか。もっとやってみる。いや、すみません、うん、さてどちらか。試合か。今の気候の力では私は一つ商談じゃ。ありがとうございます。これに満足せず一つでも上を。魔法か。やっていくか。続けてやるか。ま、すんけやっていく。
もっとやってみ、またにし寸剣やっていき、またにし、ま、やっていき、もっとやってみるか。やめ。すみません。うん。さてどちら。三だ。さっさ。はい。もらった。し。続けてや、いつでも何巻き割り、おお、そうじゃ、よいぞ、お
王者。おお、そうじゃ。よし。うん。見事じゃ。おお。そうじゃ。よし。そうじゃ。うん。よし。うん。よし。うん。そうじゃ。見事じゃ。おお。やるの。うん。よし。うん。そうじゃ。あんた少なやめておきます。無理。いつ何時欲しいも何いつでも待っとるぞ。はい。遊ぶなら十元。毎度景品ま。すいません。いらっしゃい。花鳥風月面白いわよ。お兄さんやってかない？聞きたいことが。あら、どうしたの？深刻な顔しちゃって。ゴロツキに絡まれたと聞いて。そうなのよ、もう大変だったんだから。ゴロツキと何があったんですか？話してあげるから遊んでって。もちろん勝たなきゃダメよ。悪いけど前払いよ。よし。花鳥風月どれにかける？ここだ。入るわよ。風ね。もう一勝。またこ。いらっしゃ、お兄さん。ちょっと。あら。ゴロつき。話して。悪いけど。よし。
課長風月、どれにかける？ここだ。入るわよ。あらやだ、お兄さんの勝ちよ。勝負はこれからよ。もう一勝負しない？ゴロツキと何があったんですか？お店を壊されてお金も取られて、私大損してるのに。約束です。話を聞かせてください。しょうがないわね。あの夜ここへ二人組が来たのよ。一人は髪の長い大きな男だったわ。もう一人はツルツルに剃り上げた頭に大きな蜘蛛の入れ墨をしてて。長髪の大男と蜘蛛の入れ墨のあるスキンヘッドの男。石堀氏の家はどこだって凄まれて、私つい強がっちゃって、広場で勝手に探せばって言い返しちゃったの。それで周さんと王さんの家に。結局石堀氏を見つけられずに戻ってきて、私に八つ当たりよ。お金を渡して許してもらったんだけど、ひまわり畑へ行くとか言ってたわ。ひまわり畑、わかりました。ありがとうございます。暗くなってきたな。シェンファの家に帰るか。シェンファ。何、リョウ。ひまわり畑へ行ってみる。
ゴロツキはひまわり畑ってところに向かったらしいんだ。そうなの？ゴロツキが見つかれば父のこともきっと。ああ、必ず見つける。ありがとう、リョウ。ひまわり畑はどんなところなんだ？ひまわりがいっぱい、牛飼いのおばさんたちがいるのどかな集落。そうか。でも子供たちがよく遊んでて、ちょっと賑やかな時もある。ゴロツキなんかに近づいてほしくない。そうだな。とにかくひまわり畑へ行ってみるよ。ええ、お願い。ゴロツキの行方を突き止めないとな。うん。シェンファー。何、リョウ。夜になると静かだな。うん、日が暮れると真っ暗だから歩き回ると危ない。そうだな、街のように街灯もないしな。うん、みんな早く家に帰るの。でも暴落台は夜でも賑やか。え、暴落台？その暴落台には何があるんだ？夜になるとね、酒場が開くの。へえ、酒場があるのか。うん、大人たちが集まってお酒を飲んで賑やかに話をしている。リョウも行ってみたい？そうだな、今度行ってみるか。その時は私も。え？ああ。ねえ、なんだ？亮が生まれた町のことを教えて。え、横須賀のことか。横須賀っていう町なのね。ああ、そうだ。横須賀はどんな町？やっぱり横須賀といえば友達のことを思い出すな。村に来る途中で話してくれた人たちね。ああ、そうだ。カツアゲをしていた五郎っていう人。ああ。ホットドッグを売っていたトム。そうだ、よく覚えてたな。あとは原崎っていう写真の女の人。え、写真？ああ、そうだったな、原崎の写真を見せたっけ。うん、綺麗な人だった。あ、ああ、まあそうだな。シェンファー。何？シェンファーの親父さんはどんな人なんだ？父は厳しい人なのかも。かも。うん、でもとても私を大事にしてくれたから優しい人なのかな。そうか、わかるよ。俺の親父もそんな感じの人だった。それに私にいろんなことを教えてくれた先生。そう、山のこと、利口のこと、動物たちのこと、ケイリンで生きるために必要なことを父は教えてくれた。そうか、いい親父さんなんだな。でもね、一つだけ私が父の先生なの。シェンファーが？うん、料理は私の方が父よりも上手。そうか、確かにシェンファが作ってくれる料理はうまいな。小さい頃は父が作ってくれたけど、今は私が作る。そうか。のみと包丁では勝手が違うっていつも悔しそうに言っていた。ねえ、リョウ。なんだ？
リョウのお父さんはどんな人？そうだな。憲法の厳しい師匠という感じだ。憲法、そうね。リョウはお父さんに憲法を教わったのよね。ああ、稽古は厳しかった。何度倒れても勘弁してくれないんだ。そんなに？でも今では感謝してるよ。あの厳しい稽古がなかったら今の俺はない。そう、親父は俺を強くしようと鍛えてくれた。うん、立派なお父さんね。Thank you.